はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めたいと思います。ツイッチで配信をいつも通り行ってます。本日も一人、ツイッチの、アカウントフォローしていただきまして、ありがとうございました。折り返しアカウントフォローがさせていただきました。ある程度、動画持ってて、活動されている方は、こちらからフォロー返しもありますんで、ぜひ、フォローいただければ嬉しく思います。あと活動はしてないけれども支援したいよって方もぜひフォローお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please チャットコメントもぜひお願いします。この動画のアーカイブは2日後ですので、31日か、月末ですね。月末に、YouTube にアップロードいたします。ぜひ、21時から、21時からプレミア公開となります。ぜひ、YouTube チャンネルを訪れていただきまして、チャンネル登録、高評価お願いいたします。This Live、アーカイブ、アップ、My YouTube チャンネル、My YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、そして旧 Twitter である X のアカウントを持っておりますので、ぜひアクセスお願いします。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX、My アカウントフォロー、リポスト&グッドボタンプリーズ。じゃあ始めていきましょう。2008年の6月2週ですね。早速レースいきますか。マンハッタンステックス、天の世界に花ですね。一番人気。あ、これ圧倒的だ。勝ったんじゃないかな。行きましょう。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 マンハッタンステークス。芝2000メートルです。ベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはあんまりいいスタートじゃなかった。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオフショアウィッシュ花に立ちます。その後ろからはウォーターウェイキネマ、この馬も上がっていく構えです。さらにはケアミスペール G1 馬ショーウィングアップ、その後ろ先手を取ったのはあと 一瞬切れます。6月合ってる6月を2周だよな。は第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで12番、少しずつ上がってきてますね。一度一度しては青の帽子
パーフェクションズスプーン、その後ろ、その外から、先行馬だっけ、サシウマだっけ、その隣にシャムキャバン、エンダントコンフィデント、それに続きます、ドラマパーティング、それに続いています、最高峰にパブーエイカタリナ、各馬鮮やかな、いいんじゃないでしょうか。かけていきます、前の方コースも空いてるしね。オフショアウィッシュシュンズ依然として先頭、先頭は依然としてオフショアウィッシュシュンズ、ここで先頭が入れ替わりました、ショーイングアップ、オフショアウィッシュシュンズ最内のコースなんで、間を挟んで直線も短いはず。3番手天の世界の花、この位置から届くのか、後続集団も追い上げにかかります。さあ上がってきたが、さあ先頭はショーイングアップ、天の世界の花、2番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと200メートル、なんかそれはつまらないんだが、世界意地のぶつかり合いだ。おい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 、無理だ、さあ届かない、なんと1着、2着は天の世界に花、3着にキングズドラマ、勝ったのはショーイングアップ、見事な勝利です。なんと負けてしまった。あ、おまけに切れてしまった、少しお待ちください。なんでだ、ウィニングポスト9 2021、まあ、ネクストで、で、ちょっとネクスト次ですね、コーネーションカップ天の玉ちゃん登場、1番人気125、シャンゼリーゼとデューク・オブ・マーマレードが強敵ですね。テューダーセルリアあたりもいます。ちょっとね、あの先行馬が少ないので、サシウマにとっては不利ですが、なんとか勝ってもらいたい。エプソムダウンズ競馬場 G1 コロネーションカップ芝 2400m です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはルカーノ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してルカーノ、鼻に立ちます。その後ろからはユームザイン、この馬も上がっていく構えです。さらにはソルジャーオブフォーチュン、13番プレミアムカナリナ、その後ろ先手を取ったのはルカーノ、これに続いてカイザーフロー、その隣にダッシングナイト、その外からデューク・オブ・マーマレード、フィー・インサイド、それに続いています。内からはシャンゼリゼ、その外にピーピング・フォーン、その外にサーテン・ダーリン、並んで8番トゥーダー・セルリアン、天野玉ちゃん後ろからになりました。その外にアンカーメジスト、その外にバンクスアカウント、最後方にネクストイースト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から11番ルカーノ、依然として先頭ソルジャーオブフォーチュン、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか、これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。オレンジの帽子デューク・オブ・マーマレード、その後ろ、そして大きく離れてダッシングナイト、この位置です。並んで6番カイザーフロー、シャンゼリゼ、この馬もこのグループ、その外にプレミアムカナリナ、並んで15番ユームザイン、すぐ隣にピーピングフォーン、後ろからの競馬になりました。天の玉ちゃん、まあ、直線はまだまだありますけどね。日曜王者の争いだ。さあ先頭に立ったのはソルジャーオブフォーチュン、外からルカーノ、ソルジャーオブフォーチュン先頭、突き放しにかかります。さあこっからだ、玉ちゃん。マレード2番手、手応えはどうか。天の玉ちゃん、まだ後ろ、この足色では厳しいか。あと 200m、 ソルジャーオブフォーチュン後続を大きく引き離しました。いや、足に行く。後ろはどうだ。一気に天の玉ちゃん、なんとかギリギリ天の玉ちゃん一着かわしました。どうやらソルジャーオブフォーチュン、3着にシャンゼリゼ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の玉ちゃん、苦しみながらの勝利です。世界に誇れる馬です。
で、関東オークス、天野キャンキャン、3番人気か。まあ、重賞初制覇を行きたいとこなんですけどね。先方変えられますか？どうするかな？差しで行ってみるか。ダイジェスト、川崎 JPN2、関東オークス。3歳、牝馬限定、ダート 2100m です。短い直線に入って後続が届くかどうか。さあ先頭を伺う。先頭外から勢いよく天野キャンキャン先頭。あ、いいんじゃないかな。これは勝ったな。天野キャンキャン抜け出しました。天野キャンキャン一着、天野キャンキャン完勝。2着は初重賞制覇じゃないかな。3着にスクイークスパーク、勝ったのは天野キャンキャン。さあ、アバノハニカミデビュー戦ですね。新馬戦。父ヨハネスブルグ、母アバノラブマシーンとなっております。ラブマシーンはサンタラリー賞を取ってますね。ではダイジェストいきましょう。阪神競馬場2歳新馬戦、芝 1400m、 天野ハミカミでメイクデビューです。4コーナーカーブから。さあ持ったまんまだが、天野ハニカミ先頭、後続大きくちぎれました。あ、これは強い。 100m 後続は遥か後方、2番手はアドマイアラック、後続は大きく離れました。天野ハニカミぶっちぎりまして、天野ハニカミぶっちぎりです。2着はアドマイアラック、3着にオリーブハイネス。これは桁外れの強さだ。天野ハニカミ楽しみですね。いいんじゃないでしょうか。プソムカップ、クラブは2頭出走、うち凱旋愛知博が1番人気ですね。決め石は7番人気。まあ一応つけとくけど、トップガンジョーとかステキシンスケ君とかいますが。ダイジェスト、東京 G3 エプソムカップ芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。凱旋愛知博先頭、突き放しにかかります。ステッキーしんすけくん2番手、手応えはどうか。凱旋愛知博先頭、残り 200m、 凱旋愛知博アドバンテージを。あ、なんかこらえてる。エルサイデンス、エルサイデンスだ。ゴールイン。2着は最後バテましたね。見事に勝ちました。ケツメシ王が来てたら。凱旋愛知博敗れました。これは掲示板までです。エルサイレンスも自家製サンバだった。マーメイドステークス、天野さくら1番人気。もうグリグリですね。ビクトリアマイル2着なんで、もうちょっとではあるんですけど。行きましょう。ダイジェスト、阪神 G3 マーメイドステークス、牝馬限定芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、アルキーバラッド先頭。来た。外から勢いよく天野さくら先頭、残り 200m を通過して、2番手はサンデージャスパー、アルコセニョーラ迫る。天野さくら1着、2着はアルコセニョーラ、3着にツイートギャレット。これが世界の実力だ。天野さくらいいですね。ただ完勝ではないからな。
4頭ですね。うち海外遠征3頭となっております。ユニコーンカステークス片野春日、重賞初制覇を狙います。38戦20勝。なあ、取り付けはもうやってるんで、世界はどうしちゃったんだろう。大阪杯も取ってて、もう満を持した体勢で挑んだんですが、まあ、スピード B プラスで A ではないからな。3週か、8月1週以降か。小泉いんのか。あ、こっちでもいいし、レースがある。でもこっちは勝てそうだよな。まあ小泉に任せましょう。混合戦も勝ってるんだろうな。なんかいけるはず。村田騎手でも勝つことができるもんな。初戦は武豊だけど。2100ちょっと長いね。やっぱりここは距離戦に挑ませたい。グッドウッドカップ、疲れはまああんまり溜まってないな。スターデーブのとグッドウッドカップは同じ、出れないのか。待てよ、チョッキーって誰がメインだ。あー、いないのか。じゃあ C 機種任せますか。でついにキャンキャン関東オークスを取ることができましたね。ジャパンダートダービーとなってますが、さあこれどうするか。でも楽勝ではなかったよな。いい末脚でしたがね。ジャパンダートダービーを挟むのもいいかもしれない。距離は2000円ぴったりですからね。ただね、問題は調子なんですよね。ちょっと下がりそうなんで、ここは無理をせずにっていうところもあるかもしれない。もちろん武豊か。ハニカミが勝ちましたね。このハニカミの強さだったらもういきなりから勝負しても構わないんじゃないかな。
すいません。もしくはもう行きたい G1 でもいいぐらいだ。山の桜なんとかギリギリの勝利だったからな。てか疲れがえぐい。プリティポリーとか言ってるけど無理ですね。これローテ的にプリティポリー出すわけにはいかないでしょう。65キロって疲れが取れるから、あ結構まあ足痩せすぎたかもね。キャビア、フェイトは最上位ですね。タロウシハルヒが本命詞。ネクスト、シューメーカーマイルステークス、アマノハウル一番人気です。129抜けてますね。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 シューメーカーマイルステークス、芝 1600m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはフォーラムビッグ、フィズフィズ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフォーラムビッグ花に立ちます。その後ろからはフィズフィズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはタイディングスサンタフェ、14番キネマテール、その後ろフィズフィズ先手を取りました。すぐ後ろにオートフォース、インビジブルアスター、それに続いています。向こう上面に入っていきましたタイディングスハード、上がっていきました。これに続いてオーラスマリン、その隣にジャックスペクタキュラー、内からはパーマリーノ、その外からガラリアクリーニング、その後ろからはイマースブルー、ブルービーバチア、すぐ後ろ最後方追走はアマノハウル。果たしてどの辺りから仕掛けるでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、ここまあ好位つけてはいますが、タイディングスサンタフェさらにリードを広げました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タイディングスサンタフェ先頭、あと200m、アマノハウル先頭だ。後続を大きく引き離しました。どういうコース取ってきたんだ。ぶっちぎりましたね。圧倒的な強さを見せました。2着はタイディングスサンタフェ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は4連勝となりました。オグデンフィップスステークスなのか、アマノフューソナ一番人気、
ドリーミングオブアンナがライバルとして立ちふさがりますね。ケニヒスパールがライバルとなっております。先方の有利不利はそんなにないかな。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 オグデンフィップスステークス、ダート 1700m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ケニヒスパール、これは好スタート。シャンデリアマニーナ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシャンデリアマニーナ鼻に立ちます。その後ろからはケニヒスパール、この馬も上がっていく構えです。ここはビーチ、後方から先頭に戻りましょう。ドリーミングオブアンナ先手を取りました。すぐ後ろにローオール、その外からシャンデリアマニーナ、さらにはアンティレイド、その後ろにケニヒスパール、白の帽子アマノフレユソナ、いい位置につけました。その外にマーブルブルーリー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として6番ドリーミングオブアンナ、ローオール、ほとんど差がありません。シャンデリアマニーナ3番手、アマノフレユソナいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はドリーミングオブアンナ、いい位置ではありますね。フィソナその後ろアンティレイド、その後ろさあフィソナ上がっていった。アマノフェユソナ先頭を伺います。ケニヒスパール、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して日本と世界、うん、これは勝ったでしょう。束を一気に打ち切ります。2番手はドリーミングオブアンナ、アマノフェユソナ勝ちました。段違いの強さです。2着はドリーミングオブアンナ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノフユソナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しっかり最後差し切りましたね。さあフランスオークス、カタノフェイトですね。2番人気か。まあとはいえ海外の実績はほとんどないので、なんとも言いませんね。1番人気はピクニックジョンティーラです。なので展開し、レース次第ではまあ勝利することもありえるんじゃないかな。レース行きましょう。シャンティ競馬場、3歳牝馬限定 G1 フランスオークスディアヌ賞、芝 2100m です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、ジャンタイズ前に行きそうです。ラッシュラッシーズそれに続いています。もう一度先頭から先手を取ったのはピクニックジョンティーラ、内からはハーフウェイトゥーヘブン、その外からスプニーダンプティー、スナークオート、そのうちに続いています。その外にグースグレンビア、ピンクの帽子クリームンコンフェクション、その後ろジャンタイズ、その前に進出、並んで5番インコンサル、その外にオープニングジャーニー、内からはサンドロップエイコー、その隣にミッドナイトサンシャイン、ラッシュラッシーズ、すぐ後ろ内からはグラビオラスフォーエバー、カタノフェイト、後ろから内からはライトサバンナ、最後方にアルバニーエバ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。2番ハーフウェイトゥーヘブン、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として2番ハーフウェイトゥーヘブン、2番手はピクニックジョンティーラ、スプニーダンプティー、3番手カタノフェイト、この位置から届くのか。かなり後ろですね、フェイト。ぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はハーフウェイトゥヘブン、さあ外を、回されたな。直線コースに入りました。ハーフウェイトゥヘブン先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ハーフウェイトゥヘブン、まだ来ない。バグに沈んでいる。しかし粘り込めるか。あと 200m、 先頭はハーフウェイトゥヘブン、伸びがないな。先頭
ハーフウェイトゥーヘブン、先頭だ、先頭一段となってゴールイン、これは大激戦だ、わずかにハーフウェイトゥーヘブン、大勢有利。うー、末脚のキレが8着でした。ユニコーンステークス、片野春日です。1番人気、クラブは凱旋マークも出てきますが、エスポワールシーも強敵ですね、怖い。ダイジェストいきましょう。東京 G3 ユニコーンステークス3歳限定ダート 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ来た、片野春日、先頭前に迫るエスポワールシチ、外から片野春日、飯出健心先頭、外から勢いよく片野春日、残り 200m スパルシティもいる、片野春日先頭だ、2番手はエスポワールシチ、戻り出た、勝ちました。2着はエスポワールシチ、3着にチビル王、片野春日見事1番人気に応えました。次です。函館スプリントステークスですが、これは飛ばします。さあこれ結構出走多いですね。6月用紙は宝塚記念があります。アマナイポットダイワスカーレットの出走です。金引きりやキッシャサオキセキラも出てくるのか、あと多いでは帝王賞もあります。一騎打ちムードですね。アマナイポットとダイワスカーレットが、さあこれで休ませるわけ、ザファマツバキが来週、エネループはこれでいいのか、いいですね。重賞初制覇を狙います。アマノキャンキャンはアラバマステークス出走ということで、カートボックス取りましたからね、のどらにはまだ心配ですが、2周放牧ぐらいさせていきましょう。ゲト戦記がジャープラ賞か、頑張ってほしいですね。スマートファルコン7月4週なんで休めません。今週ですね、瞬発力 G、 消防根性、いやいやいや、客室不安があります。そして王権ブルースリーです。お
遅めか。そう、受賞取りに行きたいからな。小泉はナッソステークス、小泉は早めなんだ。となると早めに取りに行きたいな。今何勝？あ、大丈夫か。で、ダイワスカーレットが報酬ですね。ゼニアッタ、ゼニアッタが6勝か。絆コマンドでも作ろうか。投資次が8月2週だな。で、 iPod も出る。急勝か。プロがちょっと調子が不安ですね。ちょっと絆コマンドはないのか。まだ2勝か。じゃあ、ま、これ力つけたいよね。ピーターもまだ4勝なんだよな。ん？クロキオンはないだろう。あ、でもセカチュウもう勝ってんのか。13勝。世界の花って何勝だっけ？16勝か。勝ちたいんやな。ちょっと厳しいかな。タマちゃん。なってほしいな。お、最上位ブログ。さあ、この一騎打ちはどうなるか。高塚系ウォーカーもクラブバーウォーカーもいますからね。Thank you.
さあ、ネクスト。ゴールドカップ圧倒サンタアニータ、金引きり登場、一番人気135。コメンテーターらもいますが、勝ってもらいましょう。レースです。サンタアニータ競馬場 G1 ゴールドカップ圧倒サンタアニータ、ダート 2000m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プレミアムタップ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくプレミアムタップ行きました。続いて前へ行くのはコメンテーター、さらには金引きり6番ラバマン、その後ろプレミアムタップ先手を取りました。少し開いてオリオールフラッグ、オレンジの帽子オンザスキーム、その後ろウェルアームド、この馬もこのグループ、その横にロックイクストラ、これラチ沿いを通れるレースかな。その後ろにバータースピリッツ並んで、前走であっと言わせたアビティエミネンス、ペクランズムーン、そのうちに続いています。その外にビッグジミニー、その隣にフリルアリーナ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から12番プレミアムタップ、依然として先頭、 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、1番金引きり2番手を追走しています。先頭は依然としてプレミアムタップ、いい位置ですね。2番手は金引きり、これは絶好の手応え、先頭に踊り出ました。コメンテーター、3番手、さあ金引きり、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。いざ決着をつける時だ。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 後続はまだ後ろ、これは勝ったでしょう。先頭です。このまま押し切るか。2番手はカーリン、金引きり今ぶっちぎりです。段違いの強さです。2着はカーリン、3着にコメンテーター、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ライバル馬を従えて金引きり勝利です。次です。セントジェームズパレスステークス、天の線の風登場、一番人気。線の風はでも抜けてるわけじゃないよな。後らされた一番人気だな。大逃げ馬がいますが、どうなりますか。レースです。アスコット競馬場 G1 セントジェームズパレスステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グラディアトールス、ちょっと出遅れ。さあ前に行くのはどの馬か。ミラクラウ、前に行きそうです。アイズオーナー、それに続いています。パコボーイ、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から、先手を取ったのはイノセントナシュア、グラディアトールス、そのうちに続いています。好位置をキープしています。天の線の風、その外にカスタンオン、内からはピートラケット、黄色の帽子アイズオーナー、その後ろからはコモナオールクエスト、内からはミラクラウン、サンディアイズ、それに続きます。すぐ後ろにイスファハンアカーリッド、並んで G1 馬アラバックプレセリ、ややハイペースといったところでしょうか。ややか。これが先行勢にどう影響するか。2番でつけてやってますからね。ここでグラディアトールス先頭に変わりました。リードは6馬身ぐらいあります。グラディアトールス一人旅、グラディアトールス、お逃げしたからな。外から勢いよく天の線の風、ここで先頭に立った天の線の風、緑の星もいる。ビートラケット、外からイスファハンアカーリッド、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってビートラケット、重ねたな、バテた。イスファハンアカーリッド、イスファハンアカーリッド、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。4着か。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度、いません。5着。
プリンスオブウェールズステークス天野ブログ一番人気、136抜けてはいますが、ちょっとやっぱり展開が前行く馬が有利なところがあるんで不利ですね。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 プリンスオブウェールズステークス芝 2000m です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ウィンクルシャレー前に行きそうです。イルーシブシャーガー、それに続いています。さらにはグロリアデカンペオン、 G1 馬フレームネーム、その後ろ先手を取ったのはイルーシブシャーガー、その後ろからはストリートサデア、内からはエルセギュンド、その外にシャムアーチ、並んで連勝中のシクスティーズアイコン、グランディシャーミーブ、すぐ後ろガルウィング、そのうちに続いています。すぐ後ろにオーバーステートコメット、その外からスモークシェーバー、その隣にチェリシストリード、内からはキャロティイントワイニング、後ろからの競馬になりました。天野ブログ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。しんがりからイースターリングエナジー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。古豪イルーシブシャーガー依然として先頭、先頭は依然としてイルーシブシャーガー、2番手はグロリアデカンペオン、ウィンクルシャレー、3番手天野ブログ、まだ動きません。ちょっとどうかな、動きが悪いのは。日本と世界意地のぶつかり合いだ。速度か、先頭前に迫るエルセギュンド、あーでも外伸びてきてんな。外から天野ブログ、お、でももう一頭、先頭は今度は天野ブログ、2番手はエルセギュンド、抜け出した。先頭だ天野ブログ、強い強い天野ブログ、圧勝ゴールイン。2着はあ、でも危なかったけどな。3着にシクスティーズアイコン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ブログ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。チーフベアハート天野なっちゃん、ダイヤモンドジュビリーステークスキーシャサの奇跡一番人気、ライバル馬が3と思います。139、これは楽かったでしょう。人気馬が上位にいます。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 ダイヤモンドジュビリーステークス芝 1200m 電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート、先行争い何が行くでしょうか。カルチャーワッシュ前に行きそうです。ベンバウン、それに続いています。コンティニューアルジェスタ、後方から前に戻りましょう。ケリーズマックスジーン先手を取りました。その外にティマーサイクル、その外からアポロマックスジーン、ピンクの帽子 JJ ザジェットプレーン、その後ろ、その後ろからはカルチャーワッシュ、その外にベンバウン、すぐ後ろにサムタイムサプライズ、その外にサキーズシークレット、内からはシーニックブラスト、その外にチュームーズシルネック。さあどうなる、上がっていきました。金車差の奇跡、いい位置です。いい位置だが、ここで先頭変わりました。ちょっと前が、先頭はベンバウン、残り 200m 届かないな。余力は十分、さらに引き離していく。2番手はマルシャンドール、ベンバウン、この馬で決まりか。先頭はベンバウン、1着でゴール。2着はマルシャンドール、勝ったのはベンバウン、見事な勝利です。3着でしたね。投手も落ちてしまいました。
さて、王将です。二頭出走、天の気持ちいいと天の勝ちたんや。一番人気、天の気持ちいいです。他、ブルーコンコルド、フリオーソもいますね。さあ、勝ちたんや先方変えられますが、どうしようかな。先行策で行ってみるか。ではレースです。大井競馬場 JPN1 帝王賞ダート 2000m、 地方交流重賞ダートの春の頂点を決めるレースです。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。天の気持ちいい前に行きそうです。アジュディミツオー、それに続いています。さらには天の勝ちタイムや G1 馬シーチャリオット、その後ろアジュディミツオー先手を取りました。これに続くのがブルーコンコルド、その外からパーソナルラッシュ、その後ろにアンパサンド、その隣にギルガメッシュ。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。フリーオーソすぐ後ろ並んで連勝中のオリーブドーン、その外にチャンス到来トップサバトン、それに続きます。最高峰に名称闘魂、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。混合アジュディミツオー依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、アンパサンドそれに続いています。大きく離れましたブルーコンコルド、その外にシーチャリオット、好位置をキープしています。天の気持ちいい、その外に天の勝ちタイムやピンクの帽子パーソナルラッシュ、その後ろ、さあ先頭はまだ1番アジュディミツオー、2番手はアンパサンド、間を挟んでブルーコンコルド、3番手11番天の気持ちいい、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アジュディミツオー先頭、アジュディミツオーがいい、3馬身から4馬身のリード、残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。アジュディミツオーがバテ出したかな。 いや差が詰まらない、かわせない。わずかにアジュディミツオー体勢有利。2着3着か。パラダイスステーク様の想定内、一番人気グリグリですね。まあ勝ちの味を覚えさせないとね。ダイジェスト、東京オープン特別パラダイスステークス芝 1400m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、東海フィッシュ先頭、リードは2馬身から3馬身、フィシュペースター、さあ伸び始めた、前を捉えられるか。残り 200m を通過してフィシュペースター先頭だ。どうだ、戦いになるが、あまり攻めていない、フィシュペースター先頭、フィシュペースター、フィシュペースター、1着2着はわずかに敗れた、3着にアブソリュート、見事に勝ちました。フィシュペースター、オープン特別を勝てないか、想定内。まあ、覚醒なんで、これから期待しましょう。さあ、宝塚記念やってまいりました。グランプリです。1番人気は13番ダイワスカレット、2番人気が16番、アマナイポッドとなっております。ウォーカー全然人気ないですね。でも分かりませんよ、ウォーカーも。あと、カンパニーあたりが人気となってますが、アイポッパーあたりも。先方は
まあ先方より不利はこのままこの状態じゃないでしょうね。お互い得意な戦法で頑張ってもらいましょう。レースです。春のグランプリ、宝塚記念 G1 芝 2200m、 果たして春の覇者となるのはどの馬になるんでしょうか。クラブウォッカにも注目が集まります。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたのそして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠のウォッカ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ウォッカ前に行きそうです。ダイワスカーレット、それに続いています。さらにはエイシンデピティ、12番祭りだゴッホ、その後ろデルタブルース、先手を取りました。内からはゴールデンダリア、青の帽子名将サムソン、その後ろマイネトラスト、この馬もこのグループ、すぐ隣にインティライミ、この辺りでダイワスカーレット行きましたね。カンパニーすぐ後ろ、その隣にスリーシューズ、アマノアイポッド、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。ポップロック、そのうちに続いています。すぐ後ろにオリーブタッチ、並んで10番ドリームジャーニー、その横にアイポッパー、しんがりからアドマイヤモナーク、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここで祭りだゴッホ先頭に変わりました。祭りだゴッホ後続を引き離します。2番手はダイワスカーレット、絶好の手応えです。デルタブルース、3番手ダイワスカーレット、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は祭りだゴッホ、ダイワスカーレット、2番手離れてカンパニー、マイネトラスト、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はダイワスカーレット、来たあと 200m、 ダイワスカーレット意地を見せる、一気にアマノアイポッドダイワスカーレット、粘るアマノアイポッド、どっちだ、大激戦のゴール前、これはわからない。アマノアイポッドも鋭い背足で伸びてきましたね。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。この時点ではまだダイワスカーレット有利ですが、わからない、明かしてますね。最後アマノアイポッドの勝利でした。さあこれは秋春連覇ってことですね。絆レベルもアップです。結局不渋滞は3頭でした。猫返し、タバサ東証、シーザリオ。出たクイーンザベス2世ステークスですね。10月4週か。パナミーゴがなんか招待されてるんだが、あ、宝塚記念馬かこれ。いや、宝塚じゃないな。安田記念馬か、天野アミーゴは。そして天野アイポッド。もちろん招待されております。2000メートルかな。あ、9勝上げてるんですね。13戦12勝。負けたのがヴィンセント・オブライエンぐらいだもんな。アイポッドもなかなか調子がいい。さあ7月の1週となりましたね。海外は2頭ですか。椿？なんで椿？
まあ、一旦セーブで、今なんかカードありましたね。調教師だっけ。持病心そうですね、喉内がこれで改善されました。線の風の、少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。ルームステークスか金引きでいい。いや悪くないんだけどな、柔軟症もしてるしね。レースによるよな。エルムはカット。9月1週か。7月を予習で放牧させればいいんだよな。まあそんなに調子は良くないよね。マーメイド何度は勝ったとはいえ、ちょっとこれだと厳しいよな。とか、だからこのレースか。取りましたね。これで、あ、8勝あげましたか。これが特に地方交流重賞が挟まってるわけではあるんだから、まだ金札まだです。まだ金札確保していません。距離は1500の2300。あー、ゼニアッタがここに出てくるのか。ヒットには勝ちたいんやだから結構パーソナルエンス、ここを出しましょう。ボットは高津垣が勝ってくれました。さあ次はどうするかですね。うん、出すレースがない。16の2800か。まあ、本当はキングジョージ出たいんですけどね。ソードダンサーステークスとかかな。バーデン大賞。一旦ソードダンサーを登録しとこう。アミーゴは9勝ですね、上げてます。いや札幌じゃないよな。マイル戦かな。サセックスとか、サセックスで行こう。
クター、これ2勝目ですね。3勝目を狙います。小泉も対話スカーレットは惜しかった。1004の2600、あ、ここにも出すことはできるが、ジュピターがいいのか。フォートシルド、ジャンロマネ賞を出してみるか。別にあった放牧中でハウルがこれ5勝目ですね。1700マイル戦がいいんじゃないの。まあここでもいいですよね。でもちょっとなんかメンバーが強い気はする。コルディゴバを強いからな。まあそれならこっち出すか。勝てるか分からんけど、選挙はまだ1勝か。ちょっと厳しいですね。立て直しかな。疲れはちょっと溜まってはいるけど、椿はまだ3勝です。牝馬3冠を狙います。ある日は、うん、重賞初制覇ですね。さあどうするか。1003の1700か。まあこれですね。これ出しましょう。どっちも走れるんですね。戦記最上位
ケ2番手か。イナバウアーがトップと。いうとこですね。じゃあ、ネクスト。ベルモントオークス招待天の椿一番人気114なんで絶対的に抜け出てる馬ではない。なのでレースです。ベルモントパーク競馬場 G1 ベルモントオークス招待芝 2000m 牝馬限定です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ギフトエニス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくギフトエニス行きました。続いて前へ行くのはストライクオフ、さらにはアスカンイブニング13番ガーレミ、その後ろ先手を取ったのはストライクオフ、少し離れてセルフローカスト続いています。並んで6番ノーアールガード、その横にスタルーラペンダント、すぐ後ろにグッバイヘトラック。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろからはフュアクラン、デビルズピツヤーノ、すぐ後ろ黄色の帽子グランドニードルズ、その後ろ天の椿、後ろから内からはスパイトフルエレガンス、最後方にオイルシュペール。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。10番ストライクオフ、依然として先頭、その隣にギフトエニス、大きく離れましたグッバイヘトラック、並んで2番ラスカンイブニング、さあ先頭は依然として10番ストライクオフ。ここで先頭が入れ替わりました。ギフトエニス、ストライクオフ、2番手に控えました。間を挟んでグッバイヘトラック、3番手天の椿、この位置から届くのか。さあ外から上がってきた天の椿、先頭に届くのか。その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ああ厳しいか。ぶつかり合いだ。残り 200m を通過してギフトエニス、差が詰まりません。ギフトエニス先頭、ギフトエニス粘る、ギフトエニス3着か。ギフトエニス、ギフトエニス1着、2着はガーレミ、3着に天の椿、勝ったのはギフトエニス、見事な勝利です。ジャンプラ賞は天のゲド戦記一番人気118、一応トップではありますね。レース行きましょう。ドービル競馬場 G1 ジャンプラ賞芝 1400m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メインアーバン、これは5分のスタートですね。直線競馬になります。スタートを切りました。ダッシュよくシークレットオブフラッシュ行きました。続いて前へ行くのはメインアーバン、さらにはルースレスガンドリア、5番ジェイモスタウンルック、その後ろ先手を取ったのはジェイモスタウンルック、その外にチリーフォーエバー、内からはウィングステルス、さらにはアーモンドインフォメーション、ジャックタルク、そのうちに続いています。これに続いてオナー&サミング、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。天のゲド戦記いい位置です。ここでチリーフォーエバー先頭に変わりました。まだ粘っています。シークレットオブフラッシュほとんど差がありません。さあゲド戦記ここから追い込めるか。天のゲド戦記いい位置です。さあここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭は日光に、残り 200m 日光に、日光に差がつまらない。2番手はアンカーシークレット、日光に先頭だ。日光に1着、2着にはどうやら天のゲド戦記、3着にアンカーシークレット、勝ったのは日光に、見事な勝利です。わずかに遠いきませんでした。パーキングレディーカップはマノエネループ一番人気。
ダイジェスト、川崎競馬場 JPN3 スパーキングレディーカップ3歳以上牝馬限定ダート 1600m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天野エネループ先頭、差が広がる広がる。ベイクトデコは必死に追います。この差は果たして縮まるか。2番手はボンベール、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。勝ったのは天野エネループ。お、エネループついに初の重賞勝利となりました。これ海外にも行けます。ラジオ日経賞です。1番人気メジオスオードで、山のイナバウアが2番人気、オーケンブルースリー5番人気となっております。一騎打ちムードですね、メジオスオードと山のイナバウアの。あとオートリーエンパイアあたりもいますが、トロポピーも。さあ、天の井屋戦法を変えることができますが、まあ、有利不利ないんでそのまま行きましょう。ダイジェストです。福島 G3 ラジオ日経賞、芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天の井ナバウアー先頭、リードは2馬身から3馬身。2番手はオートリエンパイア、これは強い。天の井ナバウアー、この馬で決まりか。天の井ナバウアー今ゴールイン、段違いの強さです。2着はオートリエンパイア、見事に勝ちました。天の井ナバウアー、メジロスオード完敗です。着外に沈みました。1着3着だな。キザレベルアップ。さあ CBC 賞に片野松健登場、1番人気。鈴鹿フェニックスが立ち塞がりますが、強敵、目下の強敵かな。ダイジェストいきましょう。中京 G3CBC 賞、芝 1200m を電撃戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アグネスジェダイ先頭、2馬身から3馬身のリード。ローレルゲレイド外を伸びてこようとするが、前を捉えられるか。残り 200m、 一気にローレルゲレイド、アグネスジェダイ、デバル並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真判定です。伸び悩んでしまいましたね。俺は際どい勝負、際どいが。もう一度 VTR で確認してみましょう。片野松健は関係ない。さあ3頭ですね、うち G1 は片野アテネが登場です。ダイワスカーレット目当て。山の椿は3着でしたが、もう一走したいとこですね。あるとしたら9月の1周とかかな。ベルマオークス、これに出してみましょう。そして下道戦記がジャンプラッシュを2着か。でも野々愛改善してるからな。
ントファルコンか。ベルモントダービー招待取ってるからな。ちょっと稲葉はどうするかですね。まあローズステークスでもいいかな。こちら3着。人が上がらない。勝負根性は上がったが、メンタル重視で、マツケが4着なんだよな。16キロ、さすがにこれはきつい。関谷記念は66キロ。ネクストエクリプスステークス刀アテネですが、2番人気となりますね。厳しいかな。これはエルセギュンとセンポを選べますが、差しのままでいいや。ダイジェスト、サンダウンパーク競馬場 G1 エクリプスステークス芝 2000m です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はフレームネーム、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。フレームネーム先頭、伸びないな。前に迫るソルジャーオブフォーチュン、残り 200m を通過して、先頭は変わってソルジャーオブフォーチュン、2番手はニュースアナイブ、ソルジャーオブフォーチュン1着、ソルジャーオブフォーチュン完勝、2着はニュースアナイブ、3着にフレームネーム、勝ったのはソルジャーオブフォーチュン、見事な勝利です。片当てギリギリ掲示板の5着。プロキオンステークスです。一番人気天のセカチュー、他天のノートレも出走しております。本紙本命はバンクル立山か。さあ、これは天のノートレは先方選べますが、どうする？まあ、変えませんね。ダイジェストです。中京 G3 プロキオンステークスダート 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ドンクール先頭、外から勢いよく天のセカチュー先頭、あと 200m 後続を引き離す天のセカチュー、足色は衰えません。強いなセカチュー。2番手は天のノートレ、天のセカチュー今ゴールイン。ノートレも2着です。段違いの強さです。2着は天のノートレ、3着にサンライズバッカス、これが世界の実力だ。天のセカチュー、さあ4頭か、どうしようかな。うん、オールカマーでいいでしょうね。じゃあプロキオンを勝つことができました。うん、JBC スプリントとかでいいと思う。あ、その前に南部杯だな。あ、でももう一走走れるんだ。ん？ちょっと待って、セカチュー急勝といっても。交流住所とかもあるんで、ちょっと調子落ちてますね。日テレ杯か。うん、ちょっとこれが最後のシュートしましょう。
スーパーラティブステークス天の葉にかみ一番人気90か。これ勝つことができるのか不安ですね。G2 か。じゃあダイジェストです。ニューマーケット競馬場 2歳 G2 スーパーラティブステークス芝 1400m です。前は天の葉に神、天の葉に神持ったままだが2番手はペリミータースコープ残りあと 400m 長い直線ここからどうか日曜王者の争いださあ残り 200m 持つのか。意地を見せる。あでもしぶといな。必死に追う天の葉に神勝ちましたね。2番手はエニータイムバスティア。やりました。1着天の葉に神完勝。2着はエニータイムバスティア天の葉に神見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。海外重賞でも勝つことはできました。すごいなこの馬。ハルマステークス天のジュピターです。一番人気117か。抜けてはいるよな。まあ、カシミヤハリウッドはないな。戦法的にも差しは有利、やや有利と言えるんじゃないでしょうか。レースです。ニューマーケット競馬場 G1 ファルマスステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。ブラウンドボイス前に行きそうです。ミレニアムスプリング、それに続いています。さらにはウィンカルメン、栗色の馬体、グリーシャンエルフ、その後ろウィンカルメン先手を取りました。すぐ後ろにストライキングアラマ、その外からイーブンマージュ、カシミヤハリウッド、そのうちに続いています。青の帽子アマノジュピター、いい位置につけました。その外にインスケールビオ、これに続いてスペシャルボックス、その外にブルックドラング、内からはブーリーフェーム、その外にヤーンデジャブ、内からはソーレベランス、内からはイマジントーン。少々スローペース、後方の馬は好意にはつけてますが、ギャラントスーパースター、さあ先頭はミレニアムスプリング、まだ粘っています。2番手はストライキングアラマ、ブラウンドボイス、3番手アマノジュピター。さあここから仕掛けていく。サインに応えるか。さあ先頭に立ったのはインスケールビオ、前に迫るストライキングアラマ、残り200m を通過して、伸びてくるが、インスケールビオ、あーがグリーシャンエルフ、インスケールビオ先頭だ。ちょっとインスケールビオ一着、2着にはどうやらストライキングアラマ、立ったのはインスケールビオ、見事な勝利です。4着でしたね。金量か。ジュライカップキンシャサの奇跡一番人気139、ダントツですが、レース行きましょう。ニューマーケット競馬場 G1 ジュライカップ芝 1200m 電撃戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。 JJ ザジェットプレーン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通り JJ ザジェットプレーン、
先頭を伺います。ティマーサイクル競りかけていきました。さらにはブリーティングスプリット、欧州の至宝レンバウン、その後ろ先手を取ったのは JJ ザジェットプレーン、アリオスダイヤモンド、そのうちに続いています。その外からキングズゲートネイティブ、内からはガーデンオブシーリング、前は JJ ザジェットプレーン、2番手はブリーティングスプリット、ガーデンオブシーリング、3番手3番金車差の奇跡。さあ、ここから仕掛け始めた。ゴーサインはまだでしょうか。日曜王者の争いだ。ここで先頭変わりました。先頭に出た。先頭は金車差の奇跡、あと200m、後続は遥か後方、2番手はベンバウン、金車差の奇跡、この馬で決まりか。やりました。金車差の奇跡、1着金車差の奇跡完勝、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。62キロも何の層のジャイカップ連覇となります。さあ次ですね、マーキュリーカップ天の瞳閉じて一番人気、地方交流重装ですので、先方はどうするかですね。あ、先方は一番人気だから変えられないんだ。ダイジェストいきましょう。盛岡 JPN3 マーキュリーカップダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあもう先頭に躍り出た。天の瞳閉じて先頭、リードは1馬身から2馬身、ワンダースピード懸命に追いすがります、うん、天の瞳閉じて差を広げる。天の瞳閉じて、しっかり勝ちました。天の瞳閉じて完勝、2着はワンダースピード、3着にプリオーソ、勝ったのは天の瞳閉じて。60キロも何のその、中央のレースはなかったですね。さあ4頭か、ジェイジェイザレッドプレーン、あとはちょっとローテをやって終わりですね。今日はテルマオクス一周放牧、ルヒがテストステークス、今週挑戦です。エネルーパーエルムステークスへ、でフェイトがレパードステークス、キャンキャンがアラママステークスだが、喉鳴りがまだ治ってない。オッケーです。しっかり病気を治しました。この選挙はまだ一生か。遅めか、まあ神戸新聞杯出していいでしょう。ゼニアとあと2勝です。5勝、
ちょっと調子が落ち出してるな。マノブログが6勝か、まだ。ありますし、まあ強いですよね。そのは8勝上げてるけど、地方交流があったんでまだ勝たなかいかなかったはず。バネリーナステークス登録しとっか。あ、でも瞳閉じてがシウス、さくらがヨークシャオクス、シャメルはちょっと調子が落ちている。ハルコン最上位、千の風が出てまいります。おー、トントン。他はもう74万ってすごいな。あと一周ですね。はい、ということで、これは7月を3週までということで、宝塚記念を経て夏競馬へと突入いたしました。次回は夏競馬後半を、
行っていこうと思いますので、ぜひ見に来てください。この動画はツイッチで配信を行いました。よろしければツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please Twitch My Channel My Account Follow Please。 そしてこの動画のアーカイブ2日後31日21時からプレミア公開で YouTube にアップロードします、公開いたします。ぜひ YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。 This Live Archive My YouTube Live YouTube チャンネルアップ Please YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter の X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いします。 My Twitter X アカウントビジット&フォロープリーズ。プリーズリポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ウィーディングポスト92021お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。